っちゃ今日むくんでる気がする。ございます。やめて。おはようございます。今喋ったのは誰でしょう。今日はホテルです。眠たい。おはようございます。今日行くよ。ありがとうございます。前乗りしました。前のめりねえ、前のめり。初見ありがとうございます。おはようございます。もう一回喋ってだって。おはようございます。聞こえました。もうちょっと大きい声で。おはようございます。はい。誰がいるの？誰でしょう？聞こえたかな？さっきの声。アミじゃないな。ミーボでもないですね。ルーちゃん、お、正解、ルーちゃんです。ルーちゃん、本当の声出して。あだって喉が枯れてます。喉が枯れてます、だそうです。朝だから喉が枯れてるそうです。なんか今回全員一人部屋なんですけど、ゆずの部屋にルーちゃんが来てます。こんばんはね。なんでこんばんね、釣られたじゃん。こんばんはって、朝だからか。ルーコーだって。ルーコーです。ルーコー、どんなコメント来てる？うん、どんなコメント？ネガイちゃんとか。そうなんだ。風邪って来てるよ。風邪じゃないですよ。風邪じゃないらしいです。ルーちゃんおはようだって。おはようございます。え、むず結構今日早く起きたんですけど、早いって言ってもまあ6時半だけど、6時半に起きました。一瞬ルーちゃんはずっと欲しいな、だって無理です。無理です、だそうです。ごめんなさい。 NG だそうです。東京に今ホテルで間取りしています。元気です。待って、誰かけた。誰？ちょっと一瞬抜きます。ごめんなさい。ショールームしてますよ。ね、怖い、もうやだ。アミ出てきて。ちょっとごめんなさい、もう一回行ってきます。何ショールームしてるんだけど。狭いよ、狭いんだからさ。ねえ、ちょっと鏡映ってんじゃん。ねえ、ねえ、ほら。ねえ、ねえさ、魔女みたいのはないから。あみもつる？座敷わらしみたいな。あみもつる？ね、ゆずぽ座敷わらしみたいな。あ、いいからいいから、はい、つるね。映ってるよ。うん、ここに来て。
きわらしみたい、ね、いいから。ゆずぽが座敷、あみちゃんだって、あみちゃん、ゆずぽが座敷わらしみたい、ひどい。おはようございます。おはようございます。お腹が空きました。ねえ、あみやめた、何が、そりゃだって、もうね、ケータリングで食べることにした。ほんと？ケータリングちょっと我慢する。前もやろう、もう一回。いやいや、M 一回やってんの？うん、6時からやった。すごい、6時まで起きてなかったよ。うん、6時半に起きた。るーちゃん、はい、ね、るーちゃん超かわいい。あ、あみ、私って何時から始めてました？5分?55? ねえ、ね、56? 寝起きのオルーかわいい。寝起きっていうかね、朝のオルーはね、あれなんだって。あれ、そう、NG かかっちゃったんだって。55分から。どういうことだよ。ってことは。超謎い。何分までやろう。とりあえず準備しなきゃいけないから。いいよ、声だけやってるよ。声だけっていけなくない？まあね、配信切れるよね多分。え、じゃあだから1分に1度ぐらいここに戻ってくる。ユーザー明るくない？アミが暗いだけ。待って、55+15が分からない。70か。え、うん、何でもない。55+15が分からなかったってことは10分までやればいいのか。15分10分、うん、だから、うんと、あ、映ってる。10分、じゃあ超微妙な13分にしよう。13分まで。6時70分。1、3。ねえ、痛い、足。可愛いでしょ。別に。え、買ってもらったの？もらった。かわいい。ね、待って待って、映ってる。危ない、ゆずの配信切れちゃう。おはようございます。ねえ、待って、すっごいさ、目がおかしいんだけど。顔がむくんでる。どんまいしか言えない。るーちゃん、何時？タイム。るーちゃん7時4分。あと4分ってことは、4分ってことは計算が10分、違う、10分じゃない、はい、スタート。9分だ、9分で、ゆずの配信終わったらみんとこおいで、みんな。めんどくさい、準備しないけど。いや違う、ファンの方。そういうことか。ね、そのフィルムかわいい、このピンク。ピンクにすればよかったやん。わかんない、お母さんがやってくれる。本当はこのさサイズじゃなかったのにさ、なぜかなんか手がちっちゃい、手が大きいのに手ちっちゃいからみたいな、なんか落としたらいかんからみたいな、このちっちゃいサイズになった。やば、本当はゆず6だった。じゃんけんの作戦を考えた、考えたよね。けどアミそれやんないから。絶対やって。やだ、そういうのを見て周りながらやってるから。アミはそういうのを信じないね。なんか W ね、聞いて、あ、なんかさ、ね、コメント1個目 WWW ウケる。予選でも明後日だよね。明日か、明日だよ。で今日じゃないから、普通になんか運でいく。あ、まあそうだよ、じゃんけん運だからな。勝つって思えばいける。え、代表ゆず、え、アミ、え、なんかさリーダーさ、交代でできないの、あれって。よくわかんないわ。待って、お腹空いてきた。ゆず、ね、一発目行くの？うん、ゆず一発目さ、一発目で負けたらゆず泣くからね。え、普通に一発目プレッシャーかかりすぎて。うん、どうぞ。え、どうぞどうぞ。え、どうすよ。任したら負けとって何も言わない、うん、しょうがない、しょうがない。恨んじゃダメだよ、恨んじゃダメ、本人泣いちゃうから、ね、泣いちゃうから。どっちも泣くから、どっちも泣くからどうしよう。初めてだからさ、うん、え、本当に
弱いんだってアミ。ゆずも弱いよ。でも前でも毎回の配信でじゃんけん鍛えてるんで。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。やったー。負けた負けた。やった勝った。せー、三回戦。最初はグーじゃんけんぽい。うお。また負けた。最初はグーじゃんけんぽい。やったー。全部負けた。三回勝ちました。けどこういう時にゆずばっかってアミが勝つかもしれないんだよ。そうだな。よくわかんないんだよ、もううんっていう、ね。いやでも結構気まぐれなんですよね。気まぐれっすね。勝つときはすっごい調子いいんだ。アナルピーさんがいる。おはなるピーさん。おはなるピーさん。ルーちゃんなんか出てきそう、アニメに。ルーちゃん今パックしてます。なんかね、かわいいフィルムが。今日髪がサラサラ。お、お、今日は髪がサラサラだそうです。みんな触っちゃえ、触っちゃえ。無言のルーちゃん。うん、先に使いすぎだって言うぞ。でもさ、なんかじゃんけんさ強いなみたいな言われるじゃん。ああ。ルーと僕らの自分が強い。強いか弱いって分かんなくないですか。ね、うん、誰がいるの。ルーちゃんとアミがいます。アミの手今。お腹すいた。ゆずも I'm hungry。 I'm hungry。 あ、この英語喋れるわ。うん、使った方がいいよ。昨日ね、ちょっとね、英語喋れなすぎて困った。 Have a nice day。 何それ。良い一日を。 Have a nice day。 あ、ショールームな。ショールームは後に行った方がいいね。今行ったらもう意味ないわ。じゃんけん。待って、本当になんか自信なくなってきた。ダメ、自信ある。どうするの、結局どっちがやるか。どうぞ、どっちがやる。でもそれでじゃあ投票しよう。2人で投票しよう。1がアミ、2がユズ。難しくない。まあそのファンの人の答えを、うん、もう聞かないでもいいから一回やってみよう。じゃあとりあえずどっちが先にじゃんけんするか、じゃんけん大会予備選で、どっちが代表でやるか、どっちが先にじゃんけんをするか。で、1番ゆず。1番ゆずでいいや。で、1番ゆず、2番がアミ。1番ゆず、2番がアミ。せーの。待て待て。3番ゆずアミ。え？は？は。せーの。せーの。でもやってるから。ちょっと。意味分かってくれたかな？じゃんけん大会で一番最初にじゃんけんをする人は誰か。そう。アミのこの死んだ目を見てみ。1か2。1はどっちが先にじゃんけんするか。1番がゆず、2番がアミ。見てこの顔。でもさ、絶対さ、どうなんだろうね。3番ルーコだって。え、何ですか今の顔。面白かった。そのパックで言うのも面白い。うん、面白い。もう少しで投票終了。アミね、ずっと投票してる人。ルーちゃん何時。もうね9分。やばい。じゃあ終了しよう。終了。5ポチ。あ、1番の方が圧倒的に良かったですね。2番の方が圧倒的に良かった。え、1番から推しメンだって。そうだな、おしめんだな。一人目は責任。パックのルーちゃん見たすぎるって。無理です。無理です。いいじゃん、全然可愛いもん。可愛い。やだ。もうちょっと、でもちょっとルーちゃんの面影がないかも。ちょっと見えない。そうだな、ダメだって。ダメだって。みんなどうしても見たいって。ねえ、でもどうしても見たいって。ちょっとルーちゃんのパック見たい人、1番2番見たくない。ねえ、めんどくさい、そういう投票。え、アミは今もうちょっともう一回やっちゃったから、うん、ちょっともう何だってしていい配信だから、そこをなんとかだって。無理です。だそうです。この投票ほら、1が圧倒的でしょ。1しかないでしょ。ほんとだ。2ないんじゃね。2たまに来るんだよ、なんか投げちゃったみたいな、ね、ポンポンみたいな。あ、来た。あー、はい、
時差ってすごい。バック姿だってるーちゃん。嫌です。バックも嫌だそうです。もう今ね。あと3分？やばい。はい、ポチー。ゆずぽお姉さんだから。ゆずぽお姉さんじゃねえよ。ほら、1が圧倒的。お。92.7%。92.7だって。ルーちゃん。これ100%中 92.7% の人がルーちゃんの顔を今見たいんだよ。あれです。なんでアミのショールームを見に来てるんだ。はっきり言ったねルーちゃん。無理です。準備しなきゃいけないから無理です。頑張ってる。今日そのまま会場入りしたら。可愛いよ。そうじゃん、今水分を取ろうとしてこのカバンを開けようとしたのに。いつもなんか飲む。朝から紅茶昨日のやつ。ニュース体育座りすると足気持ち悪いことになるよね。やってみて。ほらやばい。だって体育座りしたら普通なんかここまでとか肩の下ぐらいじゃないですか。けどゆずもう何普通にやってみて。普通にほら口あごまであるよ。あごあと1分あと1分すごいって思わない。痛い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 。何なの。とりあえずいいなぁ足長いって。とりあえずもうランキング発表しよう。今日はねちょっと準備しなきゃいけない。アミでもこんなだよ。アミまだやる。うん。じゃあ音入るね結構。とりあえずランキング発表します。13分お知らせします。やばい。13位高橋さんです。13位高橋さん。12位かずあ買っちゃった。13位けんちゃんさん。12位たなぼうさん。アバターが変わっています。11位たかしさん。10位みかんにゃんさん。9位かずきアトワークつきともさん。8位へいがさん。7位八丁堀の旦那さん。6位なおアトワークお気楽獣人さん。5位アリサリーバさん。4位伯爵さん。3位ペポさん。2位ベテランアットマークシャチホコさん。1位ルートさんでした。アミの手映ってません。あ映った。ありがとうございました。バイバーイ。ここまで見せなかった。ありがとうございました。こんにちは。1位ありがとう。まっこんにちは。ありがとうございました。映ってない。ありがとうございました。最後にじゃんけんします。練習で最初はじゃんけんぽい。負けた。え、なんで。え、パーじゃなかった今。あ、チョキだった。どうまい。ありがとうございました。今日ぜひ来てください。ハバナイスデー。ハバナイスデー。ちょっと意味も分からず使ってるけど大丈夫かな。ハバナイスデー。良い一日をのはずだけど。ありがとうございました。バイバイ。あとでね。バイバイ。ありがとうございました。合ってる合ってるって。よかった。ゆず天才だ。ありがとうございました。あ、くもありがとうございます。